教えて戦士長。ノアよ、これより戦闘訓練を始める。はい戦士長。と言いたいところだが、今日はいつもと少し違う訓練を行う。はい戦士長。質問。なんだノア。いつもと違う訓練ってどんなのですか？それを今から説明しようとしていたのだ。元気があるのは構わんが、もう少し落ち着け。ノア50点。はい、ごめんなさい。では早速これを。ん？何これ？見ての通り本だ。今日はこれを使ってお前を鍛えることにする。はい戦士長。なんだノア、こんな軽い本じゃ鍛えられないよ。あ、そうか、この角のところでガツンってやるんだ。それは痛いね。ノア5点。なんで？本は人を殴るものではない。これから鍛えるのはお前の精神面だ。精神面？ノア、お前は体力も気力も人並み以上だが、唯一精神面で幼さが残る。それが戦いの中では大きな弱点となるだろう。ほほー、なるほど。ノアよ、実はいまいちよく分かっていないな。はい戦士長。良い返事だが、ノア10点。いた！今後分かってもいないのに適当に返事をすると、容赦なくこの本の角で殴る。さっき本は人を殴るものじゃないって言ったのに。数々の戦いを経験した私にはあらゆるものが武器となるのだ。まずはその本の34ページを開け。はい。34、34とあった。では最初から読んでいくがいい。はい。少女は熱く潤んだ瞳で目の前の女性を見つめた。お姉さま、私ずっとお姉さまのことが。ノア15点。へえ。そこのセリフはもっと感情を込めて読むのだ。お姉さま。あれ、どうしたの戦士長？なんでもない。さあ続けろ。お姉さま、私ずっとお姉さまのことが。すると、お姉さまと呼ばれた女性はそっと少女の頬に触れた。お姉さま好き。お姉さまの腕が少女の体を抱きしめる。あ、お姉さま。ねえ戦士長、さっきからなんか変だよ。鼻血も出てるし。気にするな、これはそのちょっと興奮しすぎただけだ。それよりその先のセリフを読み上げるのだ。ああそうだ、もっと感情を込めるために主人公を自分の名前に変えて読むのだ。うん。ずっとお姉さまとこうしたかった。もっと強く抱いてください。それからノアにキスして。戦士長。戦士長、あー、なんかすごい鼻血が。しっかりして。ノア。